長野県飯山北高等学校は、長野県飯山市大和座飯山にあった、公立高等学校。旧制長野中学飯山文校として創立。飯山中学を経て飯山北高等学校となる。2014年度入学生より長野県飯山高等学校に二次統合された。本校の玄関には、取るため個性の額が掲げられている。これは、 犬飼い武士の記号になるものである。これを教訓としている。自由と責任を重んじ、公共心を培い、道徳心を育てる。勤労の精神を学び、苦難に打ち勝つ粘り強さと、高媒な理想を目指す新種の気風を育てる。学問と芸術とスポーツへの憧れを強め、幅広い教養と健全な批判力を養う。個性を開発し、創造性を新調する。 健全な心身の鍛錬と健全関連の功用を図る。自然現象、社会現象を数理的に探求し、論理的な思考ができるようにするとともに、より高度な現象を解析する基礎を身につける。共同、連帯の精神を養い、温かい人間関係を形成する。積極的、自主的な生活態度を養う。学力の向上を図るとともに、 進路を早期に決定しようとする意識を育てる。本校の効果は一番のみでとても長い。ありがとうございます。